こんにちは、ゆういちろです。この動画は25年前に発売されたゲーム、ダービースタリオン96、いわゆるダビスタ96の最強馬を作る動画です。なぜ、今さらダビスタ96なのか、最強馬なんて簡単に作れるの？と思うでしょう。しかし、できるのです。もちろん、能力の数値をいじる改造馬ではありません。理論上生まれる馬です。根拠は、ダビスタ96完全解析というページ。概要欄にリンクを置くので読んでもらえればわかりますが、ダビスタ96の生産ロジックを完璧に解析している恐ろしいページです。すごい人がいるものです。どういうことかというと、ダビスタ96のどんな配合からどんな馬が生まれるか、ダビスタ96がなくても全てわかってしまうのです。とはいえ、手作業で計算するのは大変なので、仮想生産をするツールを秒で作ってみました。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますが、こちらは繁殖牝馬と種牡馬を指定すれば、全パターン、ダビスタ96の場合は 65,536 なんですが、一瞬で CSV ファイルとしてダウンロードすることができます。自家製繁殖牝馬にも対応しているので、あらゆるパターンを網羅できると言って良いでしょう。ただし、同計3台、配合の弊害などは対応してないので注意してください。同計3台は避けましょう。ダビスタ96完全解析には、もう一つ恐ろしい情報があります。競走馬を、カバ支給者に預けることで、飛翔の最大値を上げることが可能という事実です。ゆういちろはダビスタ96にはそこそこ詳しいつもりでしたが、全然知りませんでした。これで希少 B の種牡馬にも夢が広がります。というわけで、今回はこれらの情報を使い、今まで存在しなかった最強馬を生産しようと思っています。概要は以下の通り、エミュレーターを使って生産するけども、理論上実機でも再現できること。つまり、96年当時、正確には海外種牡馬が解禁された後であれば、当時でも生まれうる可能性があること。これが重要で改造馬とは違います。競走馬はもちろん、繁殖牝馬の能力も操作しません。一方で、乱数のシード値は操作します。これは立派な改造行為ではありますが、理論上はいつか出るものなので、時間短縮のために見逃してもらいます。そしてカバ支給者による気象アップも使います。これはダビスタ3の目標合わせ1杯状況同様反則気味ですが、すべての馬をマックスにできるわけではないし、実機でも使用として可能なので、今回はありとします。生産された馬は他人の BC 等に出走することはありませんので、その点はご安心ください。それではチャレンジしてみましょう。まずは配合です。スイフトスワローやアンバーシャ第3区は掘り尽くされているので、今回は安定1位で爆発が期待できるラシアンルーブルで狙ってみます。成長型普通が難点ですが、仮想生産でカバー。最大のネックである希少 B はカバし、希少ブーストで保管します。計画は配信種牡馬であるニジンスキーを重ねて、牝馬のニジンスキー要素を増やすこと。配合の神ツール、DSBFT を使います。多重検索を使って適当な母を入れて、1台にニジンスキー、4台にラシアンルーブルをセットし、面白配合で SP5 本以上の配合を検索してみます。わわ馬、ニジンスキー、ジェイドロバリー、ワイルドアゲイン、ラシアンルーブル、などが良さそうですね。母馬の部分は、ここもニジンスキーのクロスを増やすために、ニジンスキーに変更します。というわけで、決闘は、ニジンスキー、ニジンスキー、ジェイドロバリー、ワイルドアゲイン、ラシアンルーブル、という感じにしましょう。ニジンスキー、ニジンスキーの部分が、凶悪ですが、ダビスタらしくていいでしょう。次は仮想生産で、実際にどのような馬が出るのか、シミュレートしてみます。これが今までの生産方法と違うところです。オリジナルの仮想ツールを使い、仮想生産してみます。順番に種牡馬をつけていきます。
CSV をダウンロードして結果を確認します。スピードとスタミナ順に並び替えましょう。そこそこの馬はいますが、驚異的な馬はいないですね。今回は母が能力の限界、いわゆる TSL を満たした状態なので、スピードとスタミナを少し下げてみます。おお、スピード131、スタミナ121、根性99、気性75というパターンを発見しました。繁殖牝馬の能力を調整してみると、スピード131、スタミナ126、根性99、気性75というパターンまでいけるようです。母親のスピードスタミナが82と93、81と95がマックスのようですね。これはすごい馬を発見したかもしれない。一応、ダビスタ96、ラシアンルーブル、最強馬で検索してみます。え？すでに存在する？この時点で実はやめようかと思いましたが、カバシ、気象ブーストで最強馬になるので、続行することにしました。それでは実際に生産してみましょう。まずは配信シポバのニジンスキーをつけます。ニジンスキーのパスを入れるとシポバの1ページ目が真っ白になりますが、問題ありません。心の目で見ましょう。牝馬が生まれたら、即採用です。とりあえず能力は問いません。ちなみに、スタートの繁殖牝馬も何でも OK です。生まれた牝馬は3歳まで進めて即引退。繁殖に回ります。そして、再びニジンスキー。極悪な所業ですが、ゲームなので意思とします。ボバが生まれました。やり直しです。今度は牝馬ですね。こちらも即採用です。引退して繁殖に入れましょう。ここまでは順調です。問題はここからです。3代目以降、牝馬が生まれる可能性が極端に下がります。一説には100分の1ということです。牝馬が生まれるまで、粘り強く生産していきます。牝馬が生まれました。セーブしておいた時点に戻り、能力をチェックしていきます。この時点ではある程度の能力が出れば OK です。目安はスピード80以上、スタミナと気性、両方64以上程度でしょうか。ゲーム内のデータは16進数で表示されるので、80は50、64は40と表示されます。スピードが86、スタミナが60の馬が出ました。仮想生産ツールで調べてみます。母馬候補は出るでしょうか？スピードとスタミナが82と93、もしくは81と94がいれば合格です。さ、いました。というわけでこの牝馬を採用します。シード値を書き換えて、目当ての馬が生まれたので、次はワイルドアゲインをつけます。こちらも配信シポバなので、パスワード入力が必要です。再び牝馬が出るまで修行となります。というわけで、粘った末に牝馬が生まれました。30回目くらいだったので、楽勝です。こいつは最後の母になるので、ちゃんとした名前をつけておきましょう。令和雄一郎にしておきます。即引退して繁殖に入れます。いよいよゴールが近づいてきました。
ロシアンルーブルをつけます。ここで、仮想生産ツールのデータを再確認します。一番左の数値はシード値です。33,369 は16進数で、8,259 なので、この値にシード値を書き換えます。名前を付け終えたら、怪物が誕生するはずです。はい、うまくいきました。スピードとスタミナが126、根性マックス、気性75の化け物です。常磐聖馬なので、最終的なスピードはさらに伸びて131まで到達します。それでは育成に入りましょう。まずは予告通り、カバシ、厩舎による気性アップを実行します。手順はお任せのカバシ、厩舎に入れるだけ。週送りでベスト体重 16kg 以上あれば、気象の最大値が上がります。繰り返しますが、最大値です。新馬の間は、偶数週からの週送り時のみ上がるので、2有休波2週か4週がおすすめです。ベスト体重 16kg を切ったら、放牧に出します。これを繰り返して、気象の最大値を上げていきます。気象の最大値が63になったら終了です。10進数では99となります。最後は手動の厩舎に入れ直しましょう。あとは通常通り調教していきます。レース中心に能力を上げ、あと一歩まで来ました。G1 に出走して人気をマックスにします。ポイントは人気馬を2着にしてぶっちぎることです。今回は天皇賞になりたブライアンがいるので、ここで人気上げをします。見事、成田ブライアンに圧勝。人気もマックスの64になりました。最後は、常磐聖ボーナスを取得します。常磐聖の馬は5歳10月以降にスピード能力がマックスの状態で調教をすると、限界を突き破ります。上がる、要はスピードの最大値を25で割って切り捨て、今回は126なのでプラス5されて、131まで上がります。16進数では83です。レースに出すとボーナス分はリセットされるので、最大まで上げたら理想体重にしてから BC 登録をしましょう。以上で、完成です。最後にレジェンド馬たちとブリーダーズカップにチャレンジしてみましょう。一番人気をいただきました。根性特化馬を入れなかったので、印はグリグリです。レースはどうでしょうか？
負けました。まあこんなもんです。というわけで、ダビスタ96の最強馬を作るチャレンジでした。こんな馬が前世紀に生まれていたら恐ろしいですね。まあ、難易度は高いので、別の世界戦でも絶対に出ないでしょうが。最後にパスワードを紹介します。それではさようなら。